やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと縮れたトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。水原一平通訳が、違法賭博関与で解雇ということで、続きですね。はい、ちょっと空いたけど。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄からで、私も翔子先生も受け付けてます。で、40歳以上に特化したっていう新しいマッチングサービス、マチュール、会員様増えてますので、ぜひご活用ください。そして、ズバッとタロット、ズバッと叶える手帳、浄化用のヒマラヤローズソルト、販売中です。あ、特に、今春の門出セットっていうので、手帳と、あと岩塩、これのお皿付きのやつです。セットで、めちゃめちゃ安く売ってます。5555円だったかな。そう。なんか、とにかくマイナス1000円以上くらい値引いて売ってるので、ぜひご活用くださいませ。さて、占いましょう。続きです。はい。本日1問目。一平さんは今どこにいるか。アメリカ、日本、その他の国。これは、ダイヤルかなだけでいいかな。どこにいるか。奥さんと一緒に、行方不明らしいですけれども。まあ、こんなことがあったらね、普通に生活できなくなっちゃうよね。奥さんが何も知らなかったらこれはいたたまれない感じよね。B さん、どこにいるか。はい、アメリカ、いいんじゃん。アメリカ、死神、日本、その他ですね。これははっきりしたね。ズバッと出ます。その他の国で、アメリカ、いられないか、いられない、なんだろうね、死神、うん。じゃあ、続いて、このご質問結構多かったんですけど、でもなんかね、ズッバリなんか、生きてますかみたいなご質問が多かったの。でも、タロット占い、まあタロットだけじゃない、占い全般、なんか、生死に関わること、この人、死にますかみたいな。この人いつ死にますかみたいなやつとか。まあ、生きてますか死んでますかもちょっと微妙で。で、そう、行方不明系を占うときもとてもとても慎重に私、表現を選ぶんだけど、元気とだけ聞くね。元気ですかこれダイヤルかなだけと迷うね。ダイヤルかなだけでいいか。元気か。元気、うん、なんかシンプルなカードの方が良さげな気がする。元気ですか？いや、元気なわけはないんだけれど、表現がね、うん、生きてますかだとちょっとね、なんか、それはどうなんだろうみたいなところをちょっとお察しくださいませ。元気ですか？太陽の逆。死神の逆、恋人、ズバッと出ました。一応、生存はしてると思いますよ。元気かどうかは微妙だけどね。元気ですみたいなさ、そんな元気は普通ないとは思うけど、ね、こんな状況で。うん。とりあえず、ちゃんとどこかでいらっしゃると思います。はい。で、学歴を詐称したか。っていうことは、カルフォルニア大学のリバーサイド校を卒業したっていうことになってるらしいんですけど、これは嘘かどうか。これは、どうしようかな。まあ、いいか、ダイヤル感だけでいいや。うん。これもシンプルな質問だ。卒業しましたか？してないんですか？したかしてないか。卒業したかしてないか。そもそも、何？言ってないみたいな、噂もあるけど。悪魔の逆。卒業しましたかで解放。ズバッと出ました。悪魔の逆。ちょっと待って、こういうじゃあ質問にさせて、入学しましたかって。うん。悪魔の逆って解放でしょ？解放される。いいカードではあるけど、解放されてるんだよ。卒業しましたかで悪魔の逆。入学しましたか。入学しましたか。
そもそも入ってないみたいなね。そもそも、はい、入ってますかみたいな。はい、そもそも入学したか。してないかな。これが審判の逆なら、さっきの悪魔の逆も、そうだね、してないのカードかな。ズバッと出ました。なので、うん、これは詐称でいいかな。入学してなさそうな気がする。そもそも。入学も、卒業どころか多分入学してない気が、あくまで占いだけど。続いて、大谷選手が送金に関わったとして、1、違法賭博に対してだと知っていた。違法じゃない賭博だと思っていた。3、全く違う使い道だと思っていた。なるほど。あ、これちなみにリクエストからもらった質問と、私の何かをこう、表現を変えてるかも。うん、会見があったけどね。誰がどうそう、なんだ。じゃあ誰が送金したのみたいな話になってるけど。わからんね、もうね。はい。1、2、3。はい、ズバッと出ました。1はないかな？うん。1はないよ。違法賭博に対してだとは思ってない。なんか違法じゃない賭博と全く違う使い道。これ両方混ざってるんじゃない？違法じゃない賭博と、プラスなんか他にもあるんだよ、みたいな。両方かなって思った。2と3の両方。だから、いろんな使い道。賭博だけじゃないのかな、なんだろうね。よくわからんけど。いろんな使い道でお金が多くなきゃいけないみたいな。まあ、賭博も言ったかもしれないけど、違法じゃないやつで。はい。続いて、大谷選手にとって最終的にどんな状況に落ち着きますか？この結末、結論は大谷選手にとって、この出来事だけね。おー、辛いね。なんかズバッと出ました。どんな状況に落ち着くか。すごく大谷さんにとって不利な感じになって落ち着くと思う。落ち着くっていうの、それ。今はまだいいんだよ。バランス取ってるのね。でも、なんかさ、彼の立場、大谷さんの立場に悪魔を背景に、ね、ソードの4、休息、お休みのカードが出てるから、そうだな、何かしらやっぱりお仕事なのか、なんかお休みみたいなのが入るかな。で、周りから見た目がなんか失望みたいな、がっかりみたいな、そう、やっぱりちょっとね、ダウンしちゃう感じで、ワンドのクイーンとワンドのページが逆向いてるので、近い将来最終決断に、なんかこう、どういう状況に落ち着くかでしょ？やっぱ彼にとって不利な、こう、暑さがちょっと熱狂が、大谷みたいな熱狂がちょっと冷める、トーンダウンしちゃうみたいな感じで落ち着く。うん。そのくらいかな。でも、まあ、小あるかな。だからそんな、うん。すごいことにはならないと思うけど。ちょっと人気とかフィーバーとかが落ちてたところで、でそのくらいかな。その時の大谷さんの気持ちも見る。その、いろいろすべて収束した時、この出来事は、大谷さんはどんな気持ちか、前向きなのか。いやー、東北の人はね、ピュアですよ。特に北東北はのピュアさったら、まみ、あ、み、いや、南もだけど、いや、福島、宮城、山形、岩手、秋田、青森、大学が東北だったので、東北の方々、友達多いですけれども、むちゃくちゃピュアです。本当に、こんなピュアに、よくここまで育ったな、来たなっていうくらいに、すごいピュアなの。ええ、真面目で、
本当に真面目、ど真面目で。だから個人鑑定もさ、相談がすっごい少ないって言ってるでしょ。言わないんだよね、悩みを人にね。私であろうと、黙ってるみたいな。すっごい少ないの、東北の人。落ち着いた時に、大谷さんは、わあ、全部カップだよ、すごくないこれ、ズバッと出ました。感情が、あ、でも、家族、多分落ち着く頃には家族が増えてたりしてね。カップの順が出てるからね。これね、子供が二人もいるから、うん。落ち着く頃にはこう、家族、家庭はすごく円満で落ち着いてる気持ちと、不安定な気持ち半分みたいな。全部感情のカードだから、もうなんか感情に振り回されてる感はあるけど、ポジティブな感情半分、ネガティブな感情、悲しみとか苛立ちとか怒りとか迷いとか、うん、なんかいろんな感情が入り混じったような状況かな。だから 100% ポジティブで明るく前向きとはちょっと言い切れない。なんか揺れ動いてる感じ、うん、まあ、でもそんな絶望とかは出なかったね。で、じゃあ一平さんにとって最終的にどんな状況に落ち着くのか、逮捕されるのかな、なんだろうって、どういう、どんな状況になるのか、身動きが取れない状況なのか、いや自由なのか、今なんかすごい家族のカードが出てる、なんだこれ、どういう状況に落ち着くか、ズバッと出ました。ああ、でも一旦はこう、身柄の拘束とかあるかもね。吊るされた男の逆でしょ。なんか、身を引き取れない感じだね。なんだろう。でも、最終的には戦車なの。また、動き始めるみたいな感じだから。うん、近い将来、一回こう、なんか拘束されるとか、身柄を。なんか、何かしらこう、動けない状況になりそう。これ今のなんか状況なんだろう、よくわかんないな。恋人が逆向いてんのになんか家族がなんか平和なカードが出てる。で、彼はとにかくメンタルが不安定。これさ、幻想とか妄想とか、なんかもう何が嘘か何かが本当かみたいなわけわかんない状況なのかね。今なのか今後なのか。うん。で、まあ、世間の風当たりはそれは厳しいでしょ、うん。逆境、逆風がめちゃめちゃ吹くみたいな。そりゃそう。それは当然だけど。だが最終結論が、なんかその中でも幸せを見つけて戦車なので、なんかその身動き取れない状況からは飛び出してまた動き出す感じがしてる。対策注意点に女強行。奥さんかね。誰だろうね。とりあえず、うん、一度は苦しそうだけど、またなんか、動きそうな感じが。猫がティッシュを崩した。で、落ち着いた時に、同じく、一平さんはどんな感情か、どんな気持ちか、すべてこう、済みましたみたいなことが、何をもって済むっていうかわかんないけど、逮捕されて何か何年間かして出てくるのか、どんな状況なのかわかんないけど、すべて済んだ時に逮捕とかあんのかね。どうなんだ、全部済んで落ち着いた時に一平さんの気持ちはなんて幸せなんだろう。どういうこと？ズバッと出ました。何？女帝に、またワンドの読んだね。世界、ペンタクルのエース。大谷さんが揺れ動いて不安定な時に、この明るさは何だろうね。すごい豊かな気持ちみたいな。満ち足りた、もう100点満点に満ち足りた気持ちみたいな。ちょっと、よくわかんない、この心理状況が。何をもってこんな気持ちになるのかよくわかんないや。対策中一点に正義が出てる。まあでも、
なんか裁きを経て、こう満ち足りた何か幸せを見つけるのかね。ちょっと何が起こるのか全く想像がつかないような、ハッピーすぎるカードが出て戸惑ってるんだけど、うん、みたいな、うん、はい、とりあえずなんかこんな感じです。はい、では一連の占いはとりあえずこれで終わりかな。まずはまたなんか動きがあったら占うけど、はい、ではじゃんけんいきます。玉木じゃんけん、じゃんけんぽい、チョキなのでグーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。